ヘザー・ロックリアはアメリカ合衆国の女優、声優、ロサンゼルスに生まれる。母親がディズニーの幹部社員で、父親は UCLA に勤めていた。ちなみにヘザーは4人兄弟のうちの末っ子である。ネイティブアメリカンのラムビー族の地も入っている。地元の高校を卒業後はカリフォルニア大学ロサンゼルス校へ進学。その後、その美貌を活かしてモデルとして、 活動を始める。そして1979年に小さな役でテレビに出演。それ以降もテレビドラマなどに出演を重ねていき、1984年にドリューバリモア主演のホラー、炎の少女、チャーリーで映画デビュー。その後も順調にキャリアを重ねている。トム・クルーズなどとのデートで世間を騒がせて、1986年に ミュージシャンのトミーリーと結婚。1993年にリーと離婚した後、1994年に、ロックギタリストのリッチー・サンボラと再婚。1997年に、カズメを設けるも、サンボラの不倫などが原因で2007年に離婚した。2008年6月、不安に神経症とうつ病で、リハビリ施設に入院。2008年9月、 処方戦薬を飲み、運転手逮捕された。有罪となり、900ドル、約8万1000円の罰金と12時間の薬物教育プログラムへの参加と3年間の保護観察を言い渡された。2011年8月、俳優のジャック・ワグナーと婚約したが、同年11月には解消した。ありがとうございます。